はい、毎度おなじみ天の声衛星。今回は神奈川県横浜市にありますもつ鍋串焼き庭さんで超巨大おにぎり軍団と特大もつ鍋セット 6kg のチャレンジに挑んだ時のやつ。制限時間は60分で、成功したらね無料、失敗じゃ1万円のお支払いとなっております。いやね、今回も特にね左側の圧がやばいですね。もつ専門店なんで、まあ、でかいねもつ鍋出てくるのはまだわかるんですけど、おむすび軍団、お前どっからやってきた。チャレンジメニューにね突っ込みどころがありまくるなんてね、いつものことなんで、まあ、とりあえずクリア目指して頑張っていきたいと思います。それでは本編どうぞ。5、4、3、2、1、スタート。いただきます。さあ始まりました、超巨大おにぎり軍団&特大もつ鍋セット 6kg チャレンジ。制限時間は60分で、成功したら無料、失敗時は1万円のお支払いとなっております。まずはねもつ鍋ちゃんが煮えるまで、こちらのね、まあ、巨大おにぎり軍団に手をつけていきたいと思います。いやね、冒頭でも話したんですけど、この店ねもつ鍋串焼き庭さん、名前にもある通りもつ専門店なんで、まあ、もつ鍋がねチャレンジに来るのはまだわかるんですよ。ただ巨大おにぎりパイセン、どっから来たんや。チャレンジの時だけ颯爽と現れてくる男たちですね。まあ、ちなみにねこのおにぎりは1個あたり 1kg あるんで、3つで合計 3kg になります。だいたいご飯9合分ぐらいですね。そしてこちらね、ただでかいだけではなく、まあ、しっかり食べる側のことも配慮されておりまして、まあ、なんとね3つとも味が異なっております。今食べてるのがね明太子ちゃんですね。僕実はねおにぎりで一番好きな具材がこの明太子でして、まあ、このね絶妙な塩加減とピリ辛さ、そしてね濃厚な味ととろりとした食感で、もう無限にご飯が進みます。もちろんねどの具材も大好きなんですけど、まあ、なるべくね少ない具で多くのおにぎりを食う大会みたいなのが開かれたとしたら、まあ、私はね真っ先にこの明太子を相棒として選ぶでしょう。そしてね今回のクソデカ明太子おにぎり見てもらったら分かりますけど、もうおにぎりがでかい分ね、もう具材もみっちりと入っておりまして、マジでねこの量にもかかわらず最初から最後までもう明太子様のご加護を受けながら食べることができました。ちなみに残り2つの具材に関しては梅とおかか醤油となっております。明太子も含めてね結構チョイスが渋いというか、昔ながらの具材というか、まあ、米をね引き立てるような具材のラインナップで良きですね。もちろんね梅もおかか醤油も具材どっちもねたっぷりなんですけど、まあ、おかか醤油に関してはこれ一番ね手前のやつがそうなんですけど、見た目からお分かりいただけるかと思いますが、全体的に具材が散らばっております。まあ、これがねマジで良くて、こんな感じで、ね、でかいおにぎりの場合真ん中に具材を仕込むと、まあ、具材の量がたとえ、ね、多かったとしても、まあ、どうしても、ね、その具材にたどり着くまで、まあ、白飯を、ね、ひたすら食うだけの時間できるんですよね。まあ普通の大きさのおにぎりだったらもう一口二口で具材たどり着くから、まあ、全然、ね、問題ないんですけど、まあ、今回みたいなもう、ね、バカでかおにぎりだと、まあ、それが、ね、もう一口二口じゃなくなくて、まあ、ご飯1杯2杯分とかなってくるんで、もう実質ね、具なしでご飯をね、2、3合食わなあかんくなるんですよね。まあ、ライスソルジャーの私、シノケンなら、添付効果によって、まあ、白飯で白飯食えるんで、全然余裕なんですけど、まあ、普通の人はね、この時点でもうきついと思うんで、まあ、こうやってね、全体的に具材が散ってくれてるのはありがたさの極みですね。まあ、見た目もうまそうになるし、しかもね、醤油があることで、おかかの旨味に甘じょっぱさ、バフが付与されて、さらに米が倍速で進むようになります。まあ、梅とお米の相性は言わずもがなですし、まあ、このね、3つの巨大おにぎりマジでね、もうネタみたいな見た目衝撃ながら、もうしっかりと完成度が高くて、いい意味で意表をつかれました。ちなみにねこのおにぎりは当然ながら通常メニューでは販売しておりません。ただね理由がね、準備でが大変で、まあ、店が回らなくなるからだとのことでして、まあ、宴会とかで、ね、あらかじめ予約いただけていた場合は、まあ、その日の、ね、混雑具合にもよるんですけど対応できる場合も多いとのことです。まあ、大人数だとね食べ残しの心配もないですし、まあ、結構ね盛り上がると思うんで、まあ、よければねこの巨大おむすびぜひ検討してみてください。
で、ちょっと意図せずね、巨大おにぎりが最初のメニュー紹介になってしまったんですけど、本来は最初にも申し上げたように、この丹羽さん、もつと串焼きの専門店です。まあ、なんかね、このチャレンジ始めてから、お店にね、ちょいちょいおにぎり関係の問い合わせが来るらしいですけど、決して巨大おにぎり屋ではないです。ってことでね、ここからは丹羽さんの、まあ、本来のね、この通常メニューたちについて紹介していきたいと思います。まずはね、なんといってもね、自慢のもつ料理たちですよね。今更なんですけど、そもそももつって何やねんって方のために説明すると、まあ、もつは内臓系全般のお肉を指します。まあ、要するにね、ホルモンですね。まあ、厳密に言うと、ホルモンは一般的に腸を指すんで、まあ、もつと完全一致ってわけではないんですけど、まあ、最近ではね、ホルモンって言って、腸以外の、まあ、内臓系肉、まあ、ミノとかレバーですね、を指すようになったんで、まあ、イコールで考えても全然大丈夫だと思いますし、まあ、この動画でもイコールとして扱います。そしてね、このお店の取り扱うもつは基本的に浜もつと呼ばれるブランドもの、地元の横浜市食肉市場で処理されたものであるため、安全、安心、新鮮で高品質なことが特徴でして、まあ、もつってね、もうとにかく下処理で大きく味が変わってくるんで、この長年のノウハウによって処理された鮮度抜群のね、もっちゃんは、安全面だけではなくね、そのまま旨さにも直結するんですよね。一般に出回るもつと比べても圧倒的に臭みがないんで、もつが苦手って人でも、浜もつは言うやったわっていう声も多く上がっているほどです。そんなね、もう人権クラスの浜もつを使った自慢の料理、まあ、一体ね、どんなんがあるんやって話なんですけど、まずね、看板メニューとして売っているのが、まあ、店名にもあるもつ鍋ですね。まあ、こちらね、2種類ありまして、博多醤油をブレンドした特製スープのもつ鍋である丹羽のもつ鍋と、もつと野菜の旨味が溶け込むことで真の力を発揮する覚醒型辛味噌スープを使った辛味噌チゲもつ鍋が揃っております。まあ、具材はね、2種類ともに共通として、まあ、主役のもつかっこ丸腸に加えてキャベツ、ニラ、長芋、豆腐、ニンニク、唐辛子と、もつ鍋といえばっていうラインナップが一通り揃っておりまして、まあ、お値段はね、庭のもつ鍋が1,080円、そしてね、辛味噌チゲもつ鍋が1100円となっております。まあ、量にもよりますけど、本格的もつ鍋が1000円ちょっとで食べられるのはね、かなりね、リーズナブルな気がしますね。あ、ちなみにね、追加課金をすれば、追いもつをすることができます。食器状態でね、マルチを固定なんですけど、追加のもつは、島町、初元、千枚、蜂の巣、ギアラと、かなりラインナップが豊富。ちなみにお値段は基本的に一律550円で、島町だけ660円です。ただ、ラインナップ豊富とは言ったものの、おそらくね、普段からホルモン好きで、よくでって人以外は、まあ、名前だけ聞いてもね、ピンと来ない方も多いんじゃないでしょうか。ホルモンあるある、名前と部位と見た目が全く一致しないということで、まあ、ギアラとかね、名前だけだとゴジラの親戚みたいなもんですもんね。あ、そんな方のために、まあ、尺の都合上で一部にはなってしまいますけど、まあ、先ほど登場したもっちゃんたち、まあ、一体一体をね、紹介していきたいと思います。まずはね、初期から入っている丸腸ですね。まあ、こちらね、小腸のホルモンでして、まあ、とにかくプリプリの食感と甘みを感じるほど濃厚な脂が特徴。まあ、くせも少ないんでね、初心者の方も食べやすいと思います。実際僕はね、ホルモン食わず嫌いしている友達に丸腸を勧めて何人も落としてきました。まあ、正直ね、チャーシューとかの脂身とか大好きな人だったら、まあ、虜になると思います。まあ、お次はね、島腸ですね。まあ、これはね、大腸のお肉でして、小腸である丸腸と比較すると、脂が控えめになった代わりに弾力が増えて、程よい脂を楽しみつつ、食感を味わうタイプの部位となっております。まあ、丸腸と比べるとね、ややホルモン独特の食感。まあ、悪く言うと噛み切れない。よく言うと噛めば噛むほど味が出るスルメ感が楽しめる、まあ、ちょっとね、クロウト向けの部位ではあるんですけど、うまいことに変わりはないんで、僕はね、今まで丸腸でこちら側の世界に引き込んだ友人に、このね、島腸を勧めて、何人もさらなる沼に落としてきました。あ、そしてね、お次は初ですね。これは心臓に当たる部位ですね。まあ、レバーと見た目やや似てるんですけど、まあ、レバーと異なって癖が少なく食べやすいです。だから先に言っておきますけど、多分ね、レバーがホルモンの中でも一番癖やばいですね。まあ、ホルモン苦手な人って、まあ、レバーのイメージが強いと思うんですけど、まあ、あれ最強です。あ、まあ、値段安いし、どこでも売ってるし、まあ、手軽やからね、まあ、最初にホルモンの中でレバー挑みがちなんですけど、
あれ超上級者向けのラスボスなんですわ。序盤の草むらでラスボスに挑んだら、それはねボロ負けして嫌いになるってわけですよね。ってことでね、ちょっと話戻すんですけど、ハツは先ほども説明したように変に癖がなく食べやすい上に歯切れが良くてコリコリプリプリとした食感が楽しめるんで、ホルモンが苦手な人からも人気が高い部位と言われてます。確かにねハラミほどではないんですけど、結構ねホルモンの中では赤身肉に近い感じなんですよね。それでいてホルモンの醍醐味である食感がね楽しめるんで、ホルモン沼へのチュートリアルとして非常におすすめです。そしてねお次は千枚。見た目ねこうイカの足みたいなんですけど、これはね牛の第三胃部分のお肉になります。第三ってどういうことやねんって思われた方もねいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ実はね牛さんってね胃袋4つ持ってはるんですよね。めちゃくちゃ大食い強そうで、その中のね口から数えて3番目にあるのがこちらの千枚ちゃんというわけです。まあ、特徴はね、なんといってもその食感、特有の程よい歯ごたえにコリコリとした固めの食感はなかなかに癖になります。まあ、一方でね味はそんなないんで、まあ、酢味噌やタレ刺身とかでね食べられることが多いですね。ホルモンにはこういったねコリコリ系がね多数存在するんですけど、ほんとね、まあ、言葉で表すと、まあ、全部ね同じコリコリになっちゃうんですけど、まあ、ホルモンの数だけねこう微妙にね言葉では言い表せない違いがあるんですよね。このバリエーションの豊富さっていうのは、まあ、赤身肉にはないホルモン独特のね魅力だと思うんで、まあ、ぜひねホルモン苦手って方も今一度挑戦を検討してほしいと、まあ、私個人的には思っております。でまだ紹介してない中にもね、まあ、初元とか蜂の巣ギアラとかがあるんですけど、ちょっとね尺の都合もあるんで、これらはねぜひご自身の手でお調べいただけますと幸いです。さあホルモンの説明してる間にようやくねこう巨大おにぎり軍団食べ終わりました。そしてその間にもつ鍋の方もいい感じに仕上がってきましたね。こちら途中紹介した2羽のもつ鍋が巨大化したものでして、博多醤油をブレンドしたという特製スープがとにかくもつと合います。まあ、こってりプリプリ濃厚なもつの味を引き立てつつも邪魔することはなくコクと深みを増してくれまして、もうめちゃくちゃうまいですね。でさらにねこのもつ鍋の醍醐味といえば、なんといってももつ自身の味がスープに溶け込むこと。もつからにじみ出た濃厚なね甘みの油がスープに溶け出して、まあ、バフのかかったスープが野菜たちにたっぷり染み込むことでもつ以外の具材の味もね段違いにうまくなるんですよね。まあこっからねフィナーレでさらに麺か米をねぶち込むともう言うことなしなんですけど、今回チャレンジメニューでね重量もそこそこあるんで、さすがにそんな悠長銀行している暇はなさそうです。おみにぎりをねちょっと締めライス用にね2分の1個ぐらい残しとけばよかったですね。さあそんな感じでね予想通りもう最高のもつ鍋を、まあ、時間を気にしつつも今まさに堪能しているわけですけど、まあ、庭さんではねこのもつ鍋以外にも安心と信頼の牛もつ煮込み550円だったり、マルチョサクサクの唐揚げにしちゃったもつの唐揚げ660円、あとはね油が少なくさっぱりコリコリとした食感を楽しむことができるガッツというホルモンをネギポン酢で和えたスモツ550円などいろいろなねもつ料理を提供しています。あとはあれですね、皆さん忘れかけているかもしれませんけど、まあ、店名もつ鍋串焼き庭とありますように、まあ、ここね串焼き専門店でもありまして、厳選した食材をこだわりの備長炭で一気に焼き上げた本格派の串焼きも提供されているんですよね。まあ、種類も豊富で、もも、砂肝、皮、葉、ハツ、ネギマといった定番のものから、カシラ、白レバーといった少し珍しいものまで20種類以上取り揃えられております。まあ、他にもね、居酒屋おなじみの一品料理も提供しておりまして、枝豆や冷やしトマトなどのスピードメニューから手羽先、唐揚げやチーズ揚げなどのこってりタイル系の他に、まあ、ホルモン焼きそばやステーキ丼といったがっつりとした食事メニューまで扱っており、まあ、モッツはもちろんそれ以外にも十分楽しめる品揃えとなっております。はい、ってことで、まあ、途中ね、ホルモンの紹介とかも入って長くはなったんですけど、以上がね、このお店の通常メニューの紹介になります。で、ちょっとね、通常メニュー確認してるときに面白いのを見つけまして、まあ、実はね、このお店、こちらのね、超巨大おにぎり軍団&特大もつ鍋セット以外にもう一個チャレンジがあるんですよ。それがこちら、ジョン
モツから50人前チャレンジ。もう名前からしてねちょっと嫌な予感がするんですけど、さっきメニュー紹介でチラッと出てきた丸腸を唐揚げにしたモツから50人前を、まあ、25分以内で完食したら3万円が半額の1万5000円になるという内容になっています。でこの50人前がどのぐらいの量になるかって話ですけど、なんとマックス300個らしいです。いややばすぎでしょ。もう素人目で見てもなんかねおかしいのがわかると思うんですけど、まあ、いかにねこのチャレンジがバグっているのかを、まあ、冷静にね分析してみようと思います。まずはね制限時間の短さですよね。まあ、25分はやばい。300個25分って、まあ、1分あたりね平均12個食べないとダメな計算になります。まあ、これがね、まあ、チョコボールとかならいい、てかなんならそれでもねきつそうなんですけど、唐揚げですからね。いやでも奥さんもつから結構小さんちゃいますのって思われた方もねいらっしゃるかもしれません。確かにね小さくて、まあ、今ねこう画面手前に映ってる最後に撮っておいているのがこのモツカラなんですけど、まあ、唐揚げくんの大きさです。まあそれでもね1個 18g なんで300個だと 5.4 kg でやばなるんですけど、まあ、感覚の麻痺した皆さんなら、まあ、25分あれば 5.4 kg いけんこともないんちゃうかって、まあ、感じてらっしゃる方もいるかもしれません。まあ、確かにねただ 5.4 キロってだけなら食材によってはね25分どころか20分で食べきる人も少なくないです。まあ、うどんとかねカレーだと、まあ、15分でも余裕だっていう人、まあ、人の中ちょっと、まあ、怪しいですけど、まあ、いけそうな人、まあ、私にもね心当たりあります。ただ今回ね残念なことに唐揚げなんですよ。そう、大食いチャレンジで最も難易度が高い食材と言われている唐揚げ。ただこの唐揚げですら一般的なものは中が鶏肉なものがほとんどでして、まあ、このね鶏肉自体は非常にヘルシーなんですよね。まあそれでも衣をまとうと一気にこってりになってしまうのがこの揚げ物という食材の恐ろしいところなんですけど、あ、今回のチャレンジではなんと中身が丸腸、そう中まで油がたっぷりなんですよ。まあ、こんなんがね衣まとったらどうなると思いますか？そう、世界が終わります。おそらくねこの丸腸唐揚げっていうのはもう高難度食材唐揚げ界の中でもさらにね頭3つぐらい飛び抜けたバケモン食材でして、まあ、それをね300個 5.4kg を25分で食べるこのチャレンジは、まあ、冗談抜きとか盛りとかなしでね今まで見たチャレンジの中でも5本の指に入る難しさだと思います。ワンチャン1位かもしれん。多分ね私ヤムチャだと3キロとかでもね完食すらきついんじゃないかと思います。ってことでね、まあ、しれっと書かれている割にとんでもない内容だったんで紹介させてもらったんですけど、なんとこのチャレンジ前々日までに予約すれば誰でも挑戦することができます。まあ、もしよければねぜひ検討してみてください。さあそしてね言うてる間にもつ鍋も食べ終わりまして、ついさっき話題に上がったもつからを最後食べていきたいと思います。まあ、残り時間も5分切っててラストスパートですね。さあこちらのもつからですけど、もうバケモンうまいです。まあ、外側がねジュワッとなる系の天ぷらに近い感じの衣で、それを食い破った瞬間中からもつがね濃厚な油を大量に引っ下げて一気にブッシャーって出てくるんですよ。まあ、これが本当にたまらなくて、米はもちろんおそらくお先も無限に進むと思います。そして食べてみて改めて思いましたけど、やっぱねこれ300がきつすぎますね。マジで一個一個濃厚な分ね火力も凄まじくて、まあ、ガタイの割にね満足感が高いのはいいんですけど、大食いチャレンジではマジで一生相手にしたくない。一口食べてそう思いました。いやほんとうまいんですけど、もうなんならねうますぎるからこそ相手にしたくないですね。さあ言うてる間にもつ唐揚げも食べ終わりそうです。最後ねしっかりと回収したら、ごちそうさまでした。はい、ってことで無事にチャレンジ成功できました。いや見た目のインパクトもすごくてボリュームはたっぷりだったんですけど、もうおにぎりもねもつ鍋もほんとね笑っちゃうぐらいうまくて、まあ、チャレンジ直後にもかかわらずまた食べたいなって思ってました。次プライベートで行くときはたっぷりのもつ鍋と程よい量のもつからに白悪魔添えて楽しみたいですね。皆さんにもね特にもつ好きの方にはね超おすすめのお店なんで、横浜へお立ち寄りの際はぜひ検討してみてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。また行ければ次回もよろしくお願いいたします。さようなら。